これ、もう映ってる？うん、撮ってる。座って。2年 A 組、土屋真央。2年 C 組、大友久志。3つ約束します。私、土屋真央は、同室、大友くんの秘密、彼氏がいること、ゲイであることを一切口外しません。俺も約束します。土屋くんを恋愛対象として見ないこと。手出しも一切合切、絶対神に誓ってしないです。約束を破ったら速やかに退寮し、真央、三つ目忘れてる。ああ、お互いの G 行為は邪魔しないこと。この音が合図です。笑うなよ、もともとはお前が。だってさ、何これって思って。変でしょ、真央、私とか言ってるし。私、それがし。もっと変でしょ、素でやってんのそれ。ふざけてないで出るか。初日から遅刻とか勘弁だわ。真央。ん？ありがとう。真央じゃなかったら1年暮らせてなかった。2年目もよろしく。うん、よろしく。俺だってお前でよかった。俺、今日から部活。同じ部屋、同じ空間で寝て起きて、話したり話さなかったり、おはようとおやすみ、ただいまとおかえり。お前じゃなかったらうまく言えてたかどうか。1年経った今だから言えるけど。映画部すげえね。マジだマジだよ。作った影ってフィルムの明かりを噛んでる。やめなよって言ったけど、僕も指先で噛んでみる。日常の端っこで始めた小さな壁際のシネマクラブ。拾えなかったセリフ、幻になる伏線。さっきできたての名作をループで見直す。行き当たりばったりな美しさに僕ら目を離せなくなってた。ああ、こんなんだったっけ。そうだ、カメラを下ろしてもまだ君はそこにいた。本年度第一弾ミーティング始めます。監督を務める市川義一だ。目指すは入賞。3年の息の根止めるつもりでよろしく。各班の振り分けはプリントに書いてある通り、リーダーだけ読み上げるわ。撮影班、土屋真央。助監督、香狩ルナ。記録係、香狩テル。照明、山田昇。本読んだ？録音、これって。轟慎二郎。まあ今読んでた。編集、学園恋愛も珍しいね。いや、これ恋愛は恋愛。今回撮るテーマ発表するぞ。これだ。BL ってボーイズラブ？何それ。こういうのだって。こういうの俺知らんわ。男同士の恋愛ものね。新境地。何か深い理由あるでしょ。おい市川、なんとか言え。いや、実は一冊読んだらハマっちゃって。キュンキュンすんのよ、マジで。みんな純粋で真剣でさ、これぞ本当の恋って感じで尊い。市川とキュンキュンのミスマッチは置いとこう。まず脚本チェックしよう。そうだな。そいつおろすかは読んでからだな。どー
話らは泣けるわ。何これ、やめて。ラブストーリーの魔術師か。かっかっか早く撮りたい。おう、言っとくけど茶化しなしで。俺はさ、同性愛者でもないし、まして初恋もまだなんだわ。人を好きになったことがない。マオは？え？俺もかな。いいなと思った人はいたけど。マジかよ、君ら小学生か。それか欠陥人間な。さすが映画バカ。うるせえ。まあとにかく俺たちの中で本当の愛なんか知ってるやつおんの？おらんでしょ。だからこれは未来に向けて、大人になって結婚して、そうだな、世の中は同性婚なんか普通になっとるかもしれん。大事な人ができたかもしれんし、できないかもしれない。どんな風になっとってもずっと後になって思い出してほしい。高2の俺らが愛だの恋だの照れくせえけど真剣に考えて映画にしたこと、いいもんにしよう。みんなついてきてくれ。市川組指導だな。おお、頼むわ相棒。すぐキャスト手配始めるけど、監督希望ある？そのことで真央に相談あるんだけど。あ、俺？風呂今なら空いてた。ん？何？やるし？何でもねえって、服着ろ一匹狼で人を寄せ付けない雰囲気、どことなく寂しそうでふらりといなくなりそう。確かに主人公のイメージにぴったりなんだわ。久しが？うん、同室だろ、大友久志と。頼んでくれや。主演の不良役でしょ、大丈夫？いや、演技できないと思うし難しい気が。演技力の問題じゃねえ、佇まいがさ、本物のヤンキーじゃないと。うちの学校文系と体育会系ばっかで、あんな天然物他にいねえし。一匹狼なら市川の方が合ってるけど。ダメダメ、やっぱそこは美形じゃないと。 BL だから。乙女か。なんとか口説き落として連れてこい。え？じゃな。ああなると頑固だしな。勝手なこと言って、僕が頼もうか。同じ部屋だと言いにくくない？男同士の恋愛ものでキスシーンあるし、誤解なく慎重に頼まないと。俺が頼んだらあいつはどう思うだろうか。男が男に恋に落ちる役、お前にぴったりだってみんな言ってた。俺が秘密をバラしたと、約束を破ったと思うんじゃないか。他を当たろう、かがりと探せばどうにか。あんなヤンキー田舎にまだいそう。確かにぴったり絵になるよ、主人公の不器用そうなとこ。久しに似てんだ、睨んだみたいに人を見る癖も。俺が好きなのはシーン8。もうイメージはできてる。放課後の静かな図書室、誰かを探しながら入ってくる。窓際にその人物を見つけて、気づかれないようそっと近づく。光さす図書室に二人っきり。主人公が声をかけるが返事がない。もう一度、今度はもっと近く。委員長驚いて顔を開ける。ぶつかりそうになり、唇と唇が触れそうで触れない遊びを繰り返して。戸惑う委員長、主人公が言う。なんだよ、キスされると思った？マオ、おい、マオ、マオ、大丈夫？寝てた？風呂時間ねえよ。おい、戻ってこい。どうした？風呂行ってくる。え？起こしてくれて、どうもね。なんだ、なんだよこれ。変なスイッチ、カチリ。いや、それだけ主役にふさわしいってことだし、あれだけ生き生き想像できた。そうだ、かっこよかった。あ
入り込んじゃってキスされたくなった。カガリ、うん、キャストの件だけど。ああ、大友、話したの？いや無理、変更したい。今後の生活気まずいし。分かった、監督に行ってみる。うん。ん？おう。ちょっと、言ったの？役のこと。おう、部屋覗いてたから入ってもらってさ。マオが。うん？大友だとやりにくいって、真剣が足りなすぎだろ！映画への情熱はそんなもんか！なぜだ！なぜって、約束を破ったと思われるじゃないかって。ヒサシを傷つけんじゃないかって。それから俺がもう遅いよ。え、ヒサシ、入学初日、寒い春、はじめましてよろしくと言った俺の手を取りもしないで。どうも。それならば無理に近づくこともない。相手は透明人間と思って暮らせばいいし。とはいえ、一つ屋根の狭い部屋、いつも目の端に気になった。今からそっち。寂しい背中、毛羽立った会話の相手、誰？なんだかとても息苦しそうで気になった。そうやって一二三を10日経った夜。ん？具合悪そう。昨日雨に降られて帰ってきてたな。なあ大友、風邪薬あるけど。ちょ、大友、寝ぼけてんの？それになんない。ちょっと大友、やだ、触んな。この誰と間違ってんだよ。いい加減にしろ。泣いてるようで、やけに悲しくて。大丈夫、どこにも行かないよ。大丈夫。大友、薬飲みなよ。そして温めて寝ろ。靴下を履け。あの、ごめん、本当悪かった。すぐこの部屋出て行くから。なんで？間違っただけでしょ。寝てたとこ近づいたの俺の方だし、男同士でちっと触られたぐらい平気。なんかフェアじゃないから言うけど、俺ゲイなんだよね。だから男だからってのはなし。そっか、うん、了解した。怖くないの？怖いって何が？はい、水。ありがとう。普通はさ、こういう時怖がんじゃない？ゲイと同室だ、襲われるとか言って。え、そうなの？そんな場当たり的に襲ってくんの？ゾンビみたいな。ないよ、俺付き合ってる人いるし。けど言われんの。いるよそういう人。言いふらしてネタにして笑ったり。ふん、怖くないけどな。あんなに寂しそうなのに。俺はしないよ。笑ったり怖がったり誰にも言わないし、約束する。変な人。俺も約束する。嫌がることも不安にさせることもしないから。改めてよろしく。よろしく。久志が一筆書いて欠板を押すとか物騒なこと言うので映像に残すことに。ついでに二人部屋ゆえの気がかりも解決した。そういえばさ、あれどうしてる？二人部屋きつくね。
あれ？一人の。邪魔はしない。アイス決めとこう。一年の寒い春、ここからやっと一緒に暮らし始めた。あの約束はこれからよろしくの代わり。なのに今は緩くも強く俺を縛る。もし傷つけたらって、幻滅されたらって。もう遅いよ。俺やるって言ったから、この人に。え？しかと聞いたぞ。絶対話さんからな。市川の顔ひらつく。俺がいるとやりにくい？いや、そういうことじゃ。まあいいや、帰ったら話そう。それこそ映画でも見ながら。詳しい話聞いてかないか？助監も来たし。なんだ、仲良さそうじゃん。マオが私的な理由で意見すんの珍しいから、てっきり見学かすげえ嫌なやつかどっちかだと思ってた。仲はいいよ。ああ見えてすごく優しいやつで。じゃあなんでダメ？話せば分かってくれそうじゃない。いろいろ不安あるかもだけどフォローするしさ。確かに話せば分かってくれる。じゃあなんで胸んとこに何か引っかかってんだろう。案外簡単に了承してくれてよかった。もみてやめい。って本当かよ、無理やりうんって言わせたんじゃねえの。いやいや、なかなかに興味津々だったぞ。俺の熱意が伝わったかな。一体何で買収したの？また学食一週間分？信用がない。買収される玉じゃないだろう、あいつ。そういえば久しが引き受けるなんて意外だったな。あいつは見た目派手だけど、いつも控えめで。久しもやってみる？新作だって、ちょっと食べる？映画部の先輩、焼肉食わせてくれるって。一緒に行かない？って誘ったって、俺はいいよって静かに笑ってるんだ。意外って分かるわけないか。部屋にいる時しか知らないのに、何考えてるかなんて全然全然知らなくて当然だよな。これどんなの？みんな死ぬ。こっちは？みんな死ぬ。ああ、これは？大体死ぬ。それがいい映画。何それ。まあを選んで。話そうと思ってたのにこれ見ちゃうじゃん。もう面白い。そうでしょ。でしょじゃねえよ。やば、意識してしまう。マオ、俺映画部のやつ出ようかなって。いや、出たいんだ。久志がこんなに強く言うなんて。久志はさ、なんでやろうと思ったの？知りたいと思って。マオのことをもっと。俺なんで？なんでってすげえじゃん。俺さ、趣味とかないんだ。部活もやったことねえし、やりたいことない。だから真央すげえなって、いいなって。覚えてる？去年約束動画撮った時俺に言ったの。信じなくてもいいけど言っとく、俺カメラの前だと嘘つけないから。って全然ピンとこなかったけど。そんなこと言った？はずい。何こいつやべえって思って。あ、つうかお前そんな風に思ってたろ。今ならさ、カメラのことは分かんないけど、真央のことなら分かんだよね。だからもっと知りたい。はあ、そうか。久志は何か探したいんだ。やりたいこと、一緒に。俺バカだな。傷つけたくない、幻滅されたくない。それ全部自分がだろ。久志、いい映画にしよう。俺もあの役は久志にぴったりだと思ってたんだ。だから嬉しい。緊張する。俺にできんのかな。セリフ覚えて言うだけだし大丈夫。簡単に言って難しそう。俺とこいつ喋り方全然違うし、すっごい前のヤンキーって感じ。市川がお前に寄せてセリフ変えてくれると思うよ。この話、あのメガネの人が作ったの？お、何？なんか喋ってみて、セリフ。マジで？
うわ、照れるわ。試しだから読むだけ。どんな風に取っていこうか見るから。まだ残ってたのかよ委員長。どんな風に俺が見てるかって。俺のこと好きなんじゃねえの。俺、そうか。マオ、昨日もぼーっとしてたし、お前具合悪いんじゃないの。顔赤い、熱ある。そうだったんだ、あの胸の引っかかり。俺、ヒサシのこと好きなのか。いつから、顔、性格、どのタイミングで、どこを好きになったの。きっかけは、なんで今。手冷たいから分かんない。ただ一つ言えるのは、ちょっといい。気づきたくなかった。魔王、なんか泣きそう。目。なんでもない。ごめん、彼氏だ。薬飲んで横になってて。どうして気づいてしまったんだろう。始まる前に終わる恋なんか気づきたくなかったのに。俺にしなよ。